まあ強引かもしれないけど、僕はマスク社会でいいやって暗示してる点で、はい、あとまだコロナ自粛したいって言ってる人が多いんですよ、はい、日本人って。アメリカとかはやたら人が死のうが、うん、感染者数多かろうが経済回せと、俺飲みに行きたいんだと、うん、マスクしたくねえんだって、普段の生活をして 100% 出したいんだって人が多いじゃないですか、うん、ヨーロッパもそうじゃないですか。サッカーだって満タン、野球場だって満タン、うん、ところが日本は半分しか客入れないようにしましょうとか、はい、マスクもやしましょうとか、うん、いう形になってるんで。いやでもマスク関係ないですよそれ。いやマスクしてても飲みに行けるじゃないですか。いやマスクはね、はい、やっぱ精神的に本気出さなくていいっていう感覚はすごいあると思いますよ、ん、自分が、はい、要するにマスク取りたいっていうのは、はい、やっぱり前回、うん、いつもの自分になりたいとか経済回していきたいっていう感覚があるんだけども、はい、マスクしてるとこれ精神的な重みがあって、はい、まず、例えばビジネスやってても、うん、新規の商談とかまず可能性相当低くなると思います。お出会ってでじゃあ今度なんかやろうとか、うん、あと飲み会だって今4人ぐらいしか、いや今結構解除されてますよ。あ本当ですか、はい、4人席ですよ、うん、席は、あ席 4人、はい、4人席なんですよ、うん、例えば10人で行ったら442とか分けてくださいな。それは店側が空気読んでやってるやつですね。そういう形なんですよ。で、あれでも飲み会でいろんなビジネスをずっと回してきた人とかいっぱいいるんですよね、うんうん、でマスク会食してくださいとか、うん、マスクしてること自体でいろんなことが、うん、ほんのちょっとでも心の中に、うん、まだ俺全開じゃないしとか、まだ普通の社会じゃないしっていうのが残っちゃうと全力になれないというか。いやアメリカ人とかほら全力でもうビール飲んでもう大谷応援して騒ぎまくってるっていう、ギャーって騒いでるじゃない。ああいうのがやっぱり戻らないと、うん、なかなかその経済とか、うん、ちゃんと回そうっていう形には僕は精神的には相当重いもんがあるな。例えば恋愛も、いやそれあれ多分人によると思うんですよね。恋愛もマスクしてる以上、はい、うん、マスク外れるまではできないなって感じになるんじゃないかと僕は思うんですけどね、はい、いやそれはなんか結構人によるんじゃないかなっていうと、人によると、いや僕なんか逆にマスクしてる方が、うん、なんかロマンが溢れるなとも思ってしまうんですよね。いやつまり、はいはい、その目元しか見えないから、うん、その想像でめちゃくちゃ補うわけですよ、はいはいはい、また美人いるわみたいな、いやこれも美人あっちも美人その人も美人みたいな、外した途端に、はいみたいな、そうそれはあるわけでしょ、はい、だから最初からそれがあった方がもっといいんじゃないかっていう感じは、まあうん、まあ精神的な重みとか、はい、本調子じゃないなっていうリミッターは僕はあるなというのはすごく思うっていうところから、誘いづらいじゃん飲み会とか、はい、あとその飲み会っていうか、まあ、ビジネスの話でも、うん、顔合わさないと情報がわからないっていう本音がねわからないっていうのもすごくあると思うんですけど、はい、まあ、今だいぶその飲食とか、うん、飲食店とかではまあ普通に結構外してマスク会食とか言われてますけど、はい、普通になんかみんな外して食ってんじゃないかなと、うんうん、思いますし、はい、だからその辺はもうなんか割となんていうかな、お互いの考え次第というか、うん、だからお互いが別にそれでいいなら、はい、別になんか外してやったらいいんじゃないかなと、はいはい、ただ日本人の難しいところは、うん、号令かけないとやらないっていうところなんですよね。まあそうですね、誰かがその、はい、ね、その、うん、政府とかが、うん、マスク外しましょうとか言ってやっていかないと、うん、ただ外しましょうって言っても多分外す人少ないんじゃないかなと。いやそうそう、真面目に聞いちゃってるし、うん、忖度しちゃうしっていう感じがすごく強くて、うん、でそうですね、まあ、日本ってこの GDP が3ヶ月クォーターでマイナスなんですよ、うん、マイナスマイナス成長なんですよ。アメリカとかイギリスとかは元通り伸びてるんですよ、うん、で僕はそれを非常にこうコロナって完全制圧してるのに、日本はもうほぼ完全制圧ですよ、このぐらいの制圧してるのに、マイナスってちゃんと回してないじゃんっていう、もっと球場もいっぱい人入れられるし、うん、いろんなイベントも全部できるのにっていうのもあるわけで、うん、全部制限ってなんか一個一個ね、ほんのちょっとずつ重しが
あって、うん、その集合体でこの3ヶ月で GDP 赤字だったんじゃないのと、うん、で僕はその政治家の通信簿って株価とか GDP が赤字っていうのはもう恥だと僕は思うんだけど、うん、まあ、そこがなんかちょっとなんかみんなで貧乏で我慢しようやっていう空気が僕はすごく嫌なんですよね、うん、ただあれですよ、はい、マスクは多分人によりますよ。マスクは人によると、うん、はいはいはい、そうだから多分、うん、和田さんマスク嫌いだから、はいはいはい、多分そういう方向性でやっぱり論理組み立てたじゃないちゃうじゃないですか。まあそうですね、うん、そもそもマスクがあると全力にはなれないなっていうやっぱりところから始めちゃうから、うん、そうだからどういうそのなんていうかな、その視点から見ると、うん、多分そのどんな出来事も、うん、マスクがっていうのが多分根本に来ちゃうと思うんですけど、はいはいはい、僕なんかそこまでマスクに抵抗感がない人間なので、あ、なるほどね、うん、だからそれでなんか、うん、精神的になんかねちょっと抵抗感が生まれるとかいうのもないし、うん、なんか消費にも特に影響はしないし、うん、なんか人付き合いにおいても別にというか、うん、なるほどね、うん、F1 の予選の時に、うん、が達成レーサーがみんな言うのは、うん、自分のファーストストラップ出す時の予選タイム出すラップの時に前にちょっと周回遅れの車でクールダウンしてる車が見えた段階で 0.1 秒遅くなるって言うんですよ、うん、あ、もしかしてベストタイムがその自分がコーナーに入る時にその車が邪魔されたらダメになるからちょっとスピード調整どっかでしなきゃいけなくなるかもしれないっていうのが頭に一回出るから、うん、その時点で予選のいいタイムが出せないっていうのがあるみたいなんですよ。それです。マスクはマスクはそれなんですよ。いや、何の予選をやってもうこれ全開でいけないなっていう、街中で何と戦ってるんですか。それはその例えばなんか一歩なり 0.1 秒なりっていうのそうそうそう、もうこれもう仕事をする上で商談がうまくいかなくなる可能性がちょっと出るなってやっぱ思っちゃう。だって相手の顔が見えないし、はい、うん、女性が来た時にちょっと顔、はい、マスク外して話しませんかって言えないでしょ。それちょっとセクハラかもしれないですね。もうそうでしょ、はい、そうそう、それが嫌なんですよね。はい、だからちょっと何考えてるかなっていうのが分かりづらいなっていうのはね、うん、嫌だなっていう、そういう感じですね、はい、ちょっと分かりづらい説明だったかもしれないですけど、はい、まあ、確かに今ちょっとコメントにもあったんですけど、うん、そのマスクを外す自由が今ないっていうのは、うん、確かにそうかもしれないです ね、 ですね、特にその、はい、屋内の施設とかだったら、そう、屋内は絶対マスクはするっていうことになりますし、書いてますからね、うん、はい、実際にね。でも確かにその、はい、そういうマスクするっていうのが、うん、まあ、常識になりすぎた結果、うん、例えばスーパーとかでマスクしてない人見ると、うん、こいつやばいやつかなって僕思っちゃうんですね。わかるわかる。こいつなんか、はい、やばい、そっち系の反ワクチンとか、はいはい、あっちかなみたいに思ってしまう自分が、はい、だからこれはこれで僕も多分考えが歪んでると思うんですよ。はい、うん、なるほどね、はいはい、たまたま忘れたのかもしれないし、うん、はい、なんかどういう事情があるのかわからないですけども、うん、はい、なんかちょっとこうそういうところが、はい、自分にもあるなと、はい、うん、歪んだ部分があるなと、うん、いや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 、まあそうですね。だからなんか僕はちょっと開放感がある欧米の人たちの、うん、まあ、方の派、要はコロナがかかろうが、うん、ある程度数字いろいようが、そのマスクをしないでいる人生を選択するっていうのは尊重すべきだなというふうなのはちょっと僕はちょっと思いますね、はい、なるほど。つまりその経済を考えればね、うん、はい、じゃあもうなんかマスクはどうなんですか、しなくていいっていうことなんですか。しなくていいと思いますよ。まあ、感染者が増えたらすべきだなとは思いますけれども、うんうん、感染者が少ないく 今制圧してるのに、うん、今外さなくていつ外すのと、うん、今外さなくていつ外すのっていうふうな、それは非常に思いますよ。多少なりとも、うん、マスクの効果があるという発想はないんですか。まあ、例えば韓国って同じ東アジアだけど、はい、今最大人数が出てて、うん、日本よりもいろんな軽貿易とか、うん、スマホでもアプリでも監視してて、うん、でマスクも韓国の映像見たら分かるけれども、うん、まずほぼ 100% マスクしてるんですよね、うん、韓国の人も。だから韓国もマスクしてるのに、も日本と見えない差は何なのかなっていうのは、うん、だからマスクあんま関係ないんじゃないのっていうふうにちょっと僕はなんとなく思ってますね。はい、
まあ、またその韓国と日本も微妙にこう、まあ、韓国結構きれいな方だと思いますけど、うん、まあ、ちょっと衛生観念も微妙に違うのかなというのもありますし、はい、であとその例年に比べて昨年はインフルエンザが激減したというのがあるじゃないですか。あります、あります。去年もやっぱりみんなマスクをして、はい、消毒をこまめにやり、はい、まあ、手も洗いですよ、はいはい、その衛生観念に気をつけていたからこそ、はい、まあ、インフルエンザも相当少なかったんじゃないかなと。今これから冬の時期になって、はいはい、またみんなマスクして手洗いだ、うん、消毒ってやっていけば、はい、まあ、今年もだから相当インフルも抑えられるんじゃないかなと。確かに、あの、消毒とか手洗いは全然続けたらいいなと僕は思ってるんですけど、うん、マスクは、うん、どんだけ嫌いなんだっていやマスクは本当重要な情報を失ってるというふうに僕は思いますよ本当にそこです。これあの和田さんの意見に賛同できるとしたら、はい、夏でしたね。夏、夏だったら暑いから、暑いから、なるほどね、そのマスク外したいんだっていうのは、なるほど、あ、確かにって思うんですけど、はい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 、なんかその今これ冬になってきて、うん、ちょっとあまりこうなんていうかな、意識的にこう賛同の意見にこう向かないというか、あの、僕が多数派じゃないって時点で、はい、相当マスクにやられてんじゃないのみんなっていう感じですよ。あ、まあ、外国だとマスクみんなしない方が普通なんですよ、うん、だからあの、それが普通な社会だよねっていう感覚になってなくて、うん、このままマスクが今コロナ制圧してるのに、うん、マスクが定着させる勢いになってるじゃない、うん、それを僕はすごく憂慮してて、だからなんかその本気で、うん、本気出せない日本人っていうのを僕はずっと感じてるんです、はい、ここ何年も日本人って本気で何かやりたいっていうのがないなって思ってる中で、うん、ずっとそれが、うん、言い訳をまた作っちゃったなって、うん、マスクで、マスクで、マスクで、だから今恋愛できないのは、うん、マスクだからな、いやいやっていうのが増えてんじゃないのと。スポーツだって本気でできないよねってマスクだからっていう、まあちょっと息苦しくなるんで、そう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 、はい、はい、という感じを、まあ、とにかくマスクがある以上、はい、重しがもうね、重いリュックを担いで、はい、なんか生きてるような感じが僕はしてしまうという、はい、あ、ちょっとこれアンケートしてみましょう、はい、アンケートマスク、いや、マスク、まあ、はい、今もうすでにしたくないというか、はいはい、え、でもなんて聞いたらいいのかな、あ、マスク、したくない、まあ、来年もう春まではするとか、あ、この話題もういいよってまあ僕なんか元から冬してましたからね。まあ、カズさんは面が割れてるから、うん、面が割れてるって言ってなんか犯罪者のような面が割れて、面が割れていろんなこと声かけられるからですよ僕もたまに声かけられるとびっくりするんですけどここで声かけるかっていうところで声かけられてるんで、はい、それはあるんですけど、はい、いきます。まあ、自分はどっちに思いますかというところですね、はいはい、外すべきっていう思う人は1番、2番は外さなく、うん、ない方がいいと、まあ、まだコロナ危ないと、うん、第6波もあるかもしれないし、そうですね、っていうふうに思ってるってこと。僕はもう第6波があろうが、うん、経済がもう回すっていうマインドになってほしいなという感じです、うん、はい、いきます。どん、やっぱ外さない 53.6、 外すべきが 34.7、はい、そうですね、分からないが 11.7、 分からない 10.7 という感じです、ね、うん、これまあ僕の個人的な考えですけど、はいはいはい、うん、やっぱ日本人っていうのは、うん、その先を憂慮しちゃう国民だと思うんですよね。はいはい、だから結局今外したいのは外したいという人が多分大半だと思うんだけれども、はい、外したいけれども万が一第6波来た場合にそれは仕事にもプライベートというかまあ遊びにも思いっきり影響が出るだろうから、それならまあつけとくかみたいな人が結構多いんじゃないかなと。そうだから別に外したいのは外したいけれどもその先っていうなんかそういうなんかこうね、みんなのことを思ってっていう方が多いんじゃないかなと。じゃあまあそうそう、みんなのこと思ってるんだけど、うん、いつじゃあ外すのと、うん、今これこんだけ人数少なくて、はい、東京でコロナにかかってる人に会うの相当難しいよと。新規で十何人でしょ。いや、ところが、うん、結局その感染症の怖いところは、うん、その少なかったとしてもそこから一気に伝播していくことなので、あ、もちろんもちろんもちろん、だからっていうところでしょうね、はい、もうこの辺でやめときましょう。もう、あ、そうそうそうこれ永遠に話すんだよねそう、永遠これはもう、まあ、そうそう、永遠にいける話ですから、感じでね、はいはい、あれですけど、僕はね、経済回した方がみんなハッピーになりやすいんじゃないのというところが一番思うところですね、はい、はいはい、